丘の上で出会った戦士と別れ、少女は家に戻ります。今日のことを話そうと両親の部屋に向かうと、中から二人の会話が漏れてきました。生まれつきのあざを隠せだなんて、あの子に辛い思いをさせていたのね。あの子が魔物付きだと思われないためだ。私たちがどんなに恨まれたとしても。聞こえてきたのは、家出した少女を心から心配する両親の本音。魔物付き、その言葉を聞いて、少女は幼い頃の両親の話を思い出しました。魔物に呪われ化け物になった戦士の話。彼女が村でどれほどひどい扱いを受けていたのか。少女は戦士が見せた複雑な表情を思い返しました。凛々しく見えた彼女にも、少女の知り得ない事情があるのだと。少女は一方的に憧れを伝えたことを恥じ、あの表情に隠された意味を考え始めました。少女にとって足の朝は自身の一部。それを両親も分かってくれていました。けれど、この朝を村人に見られたら、きっと良くないことが起きる。自分だけでなく両親にも。両親の愛と自らの誇りの朝まで、少女は苦悩しました。しばらくして少女はあざを隠し始めました。両親が向けてくれる思いに応えるためです。ただあざは必ず包帯で隠し、包帯を巻いた足は絶対に隠しませんでした。戦士との出会いで気づいた誇りを捨てないためです。日の光に包まれた丘の上に立つ少女、あの戦士のように強くなれたら、両親に心配をかけずに済むようになれたら、その時は包帯を取り、ありのままの姿で外の世界を歩く。そう固く決心しました。平原を見つめる少女の瞳には、未来に続く空が広がっていました。